皆さんこんにちは、渡辺隆史です。今回はプレイステーションのゼータガンダム続きをプレイしていきたいと思います。前回は神浦アーガム入りましたね。データの続きになります。ジュピトリスだ。見送ってくれる人がいる。挨拶した方がいい。さらには分かるか。はい、ジャミトフ・ハイマン様がいらっしゃいます。よして人のような暮らしをしていながら、あの素早い行動力、アプティマス・シロック、危険かもしれない。2日前、ティターンズの艦隊がグリプスを発進した。どうやら大掛かりな作戦を発動中のようだが、アーガマも哨戒行動を強化し、その動きを追っている。昨日遭遇した敵が新型のモビルスーツだったことから考えると、敵の目標は月のようだな。グラナダか。敵も戦力を整えているようだが、こちらもグラナダからゼータガンダムが届いた。あとはパイロットの問題だ。アポリ注意、亀井の訓練はどうなっているか。はあ、これからエマ注意と演習を開始します。これはアニメにはなかったエマ注意との模擬戦ですかね。ビームライフルしか選べなそうなので、ゼータガンダムでライフルで出撃します。ご活躍で自信をつけたからって空は違う。気を引き締めてね、カミ。アポリー注意、私は予定地点先行します。マーク2にも慣れておきたいです。カミユ、基本操作はマーク2と一緒だが、今回の訓練ではゼータの変形を試してみろ。ゼータガンダムですね。で、エマさんのマーク2。これより模擬戦を開始します。カミーユ、訓練といえど気を抜くのではなくてよ。ではエマさんとの模擬戦ですね、話しておきましょう。これが今ゼータの変形した状態でしたね。確かに機動力はだいぶ上がるかなっていう感じがします。これだったら敵のライフルから逃れるのちょっと容易そうですね。消火メニュー終了。というわけで、男って戦いになると元気で頭も回るようね。演習完了ですね。カミユ、ゼータは気に入ったか。はい、というわけで本当に演習だけの短いステージゼータの鼓動プレイ完了になります。まあ、1話ごとに一応ね、一つの収録、一つの動画という形にしてますので、今回は短いですが、ここまでにさせていただきたいと思います。まあ、ゼータガンダム使ってみた感想としてはですね、まあ、ライフルの残弾が多いっていうのと、あと、変形した後は機動力がやっぱりかなり高いので、敵のね、狙撃、ライフル、射撃から逃れやすいのかなというふうに思いました。では、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。